有馬敏夫は日本の実業家。富士ゼロックス代表取締役社長や、ジャパンプラットフォーム共同代表理事、リソナホールディングス取締役指名委員会委員長、キリンホールディングス取締役、富士重工業取締役などを歴任した、鹿児島県鹿児島市出身。ラサール高等学校卒業後、1年間の大学受験導入生活を経て、 京都大学にも合格したが、国際キリスト教大学に進学する。1967年に大学を卒業し、富士ゼロックス入社。2002年から富士ゼロックス代表取締役社長を務めた。2006年富士フィルムホールディングス取締役。2007年富士ゼロックス取締役相談役。2007年理想な銀行取締役。 2008年富士ゼロックス相談役特別顧問。2010年ジャパンプラットフォーム共同代表理事。2011年キリンホールディングス取締役。2011年富士重工業取締役。2011年リソナホールディングス取締役。2011年グローバルコンパクトジャパンネットワーク代表理事。2012年リソナホールディングス取締役。指名委員会委員長。 2014年度外務大臣表彰受賞。2015年局日、重光明受賞。ありがとうございます。